けましたか。先ほど歩きスマホをやめてという歌を歌わせていただきました、菅野幸代です。まずはこのような素敵な自動車学校の秋の交通安全運動イベントに歌わせていただきました。本当にありがとうございます。私は闇沢出身で今は名寄に住んでおります。幼い頃から民謡を習い始めて、数々のカラオケ大会にも出場経験させていただき、イベントなどにも少しずつさせていただけるようになり、今一生懸命頑張っているところでございます。もしよろしければ応援の方していただけると嬉しいです。そして今日はですね、相方のゆうちゃんとこのステージちょっと歌わせていただきますが、なんとスペシャルゲストお呼びしておりますので、ぜひ皆さん最後まで楽しんでいってくださいね。それではよろしくお願いします。はい、菅野さんちょっとごめんなさい、はい、ここでちょっと業務連絡を入れさせていただきます。この後ですね、パークゴルフ参加されます方いらっしゃいますでしょうか。学校向かって左側マイクロバス、用意しておりますので、そちらにご乗車いただきたいということで、今連絡が入りました。パークゴルフ参加されます方、マイクロバスの方までお集まりください。すいません、時間をいただきまして、はい。それでは雰囲気をガラッと少し変えて、次は坂本冬美さんといえばこの曲、夜桜お七、聴いてください。
で、この曲の中に入っているサックスの部分なんですけども、なんと名寄出身の元春さんが吹いていることでも有名な一曲でございます。そちらもぜひ兼ねて楽しんで聴いてください。それでは聴いてください。他人の ゆうちゃん、どうぞ。よろしくお願いします。